エアポートレールリンクとは、太陽国のスワンナプーム国際空港とバンコクの中心部を結ぶ都市高速鉄道である。2010年8月23日に正式開業した。s h t ライン用車両 SA エクスプレス用、車両大国鉄の運営ではあるが、大国鉄自体による直営ではなく、参加に別組織、SRT エレクトリファイドトレーンが設立され、 そこが運営に当たっている。大国鉄東本線の敷地を利用し、路線距離は 28.6km、8つの駅が設置された。陶器場は大国鉄東本線の伏線としての扱いである。真っ赤山駅にはシティエアターミナルと呼ばれるチェックインカウンターが設置され、2011年1月4日から、タイ国際航空及びバンコクエアウェイズの便について、 チェックインサービスの提供が開始された。マッカサン駅は、バンコクメトロのペッチャブリー駅に接続する。交流 25KV 電源による、河川終電方式で電化されており、期間は 1435mm である。本来では2007年8月に完成予定であったが、高架支柱のひび割れなどにより工事が遅れ、2009年10月7日から、 マッカサン駅スワンナプーム駅間で一般市民による試乗が開始された。2009年12月5日に開業、翌年3月から有料化される見込みであった。しかし、12月5日からも時間を限定した試運転が行われ、正式開業の見込みは立っていなかった。そして、2010年6月1日よりスワンナプームバヤイ間において、 7時から10時、16時から19時に、限り、無料で、試験運行を開始した。2010年8月23日に正式開業し、当日に有料化された。タイ国鉄真っ赤山鉄道工場の東方に、建設中の駅及びシテアターミナルホームドアは、スワンナプーム駅のみ、開業時から、唯一設置されている。当初は、他の7駅に対してもホームドアを、 設置予定であったが、工術の通り延伸計画があるため将来的な仕様の変更を考慮し、断念、代わりに2018年10月までに一駅190万バーツというコストをかけて、転落防止用ステンレス製、ホーム柵が設置された。2023年開業を目指し、ドンムアン空港パヤタイカントスワンナプーム空港、ウタパオ空港間の建設が計画されている。 現在は各駅停車である SACT ラインのみの運行となっている。かつては途中駅には停車しないノンストップの急行列車 s a x プレスも設定されていた。2010年8月23日の開業時点では s a x プレスは100バーツ、SACT ラインは区間に関わらず15バーツ均一運賃とし、シティアターミナルの稼働開始に合わせて、 正規運賃適用に移行して24時間運行にする計画であった。2011年1月4日から運賃については正規運賃適用に移行したが、運行時間帯については引き続き6時から24時までとなった。その後、利用客の増加もあり、2018年2月より初発を5時30分とし、また、平日5本、休日3本を増発した。 空港駅から、真っ赤山駅を経由し、パヤータイ駅までを約30分で結ぶ、各駅停車。車両は、車内がロングシートで車体に青色の帯が描かれた、専用車両を使用していたが、SA エクスプレス運休後は、SA エクスプレス専用車両も毎運用で、使用された。SA エクスプレスが運転されていた当時は、フアマーク駅で退避を行っていた。 空港駅から、真っ赤山駅、または、パヤータイ駅まで、それぞれを、ノンストップで結んだ、急行列車。空港駅真っ赤山駅間は、約15分、空港駅パヤータイ駅間は、約20分であった。なお、運賃は、シティラインとは、別立てとなっていた。また、空港を利用する旅行客を想定していたこともあり、車内は、固定式、クロスシートとし、 車体には赤色の帯が描かれた専用車両を使用した。このほか空港駅ではシティラインとホームが分離され、パヤータイ駅ではエクスプレス利用客専用の待合スペースがあった。2014年4月14日より空港駅パヤータイ駅間列車が車両の整備の都合上運行休止となった。同年9月には空港駅真っ赤山駅間列車も 同様に運行休止となった。当初、2015年に再開予定とされていたが、通勤、通学客の利用が増えたこともあり、結局再開されることなく廃止されることとなった。以下は、運休前の自転 SA シティラインの車内 SA、エクスプレスの車内ドイツシーメンス車製の鉄道車両、デジロが導入されたことで、結果的に、 バンコクスカイトレインよびバンコクメトロと同じメーカーが選定された。エクスプレス向けに4編成、シティライン向けに5編成が製造された。客用ドアはプラグドアが採用されている。また、車内にはドア脇にドア開閉ボタンが備えられている。エクスプレス向けの編成ではシティやターミナルからの手荷物積載スペースを設けている。 列車の運行には、進行方向の運転席に車掌が乗車し、ドアの開閉と自動運転のための出発操作を行う。当初は、エクスプレスとシティラインで運用が分けられていたが、今後はエクスプレスを運行する見込みがなくなったため、エクスプレス用車両は、全編成が2016年中にクロスシートからロングシートに改造され、 シティライン用編成と共通運用されることとなった。これにより元エクスプレス用であった編成は定員が340人から740人に増える。ありがとうございます。